なんか女の子とかはさ、なんか可愛い感じになるじゃん、長くて。男ってなんかちょっとね、やっぱ難しいよね。まあいいなと思って、ちょっとやってみようかなと思って、今日ここでやってみた。あ、やってみた感じね。ああ、そう、そういうことか。さっきはちょっと遊びだから。お試しだから。そう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 。今日は、エイトテンス、マルケ。今日はマルケ。今日はマルケ。うん。なんだマルケ。なるか。そうか。ね。まあそれだね。そうこれ、うん。これは何なのかというと、はい、ムーンスターっていうね、うん、あの靴のブランド。はい、あの学校とかのさ、なんていうの、あの室内用のシューズ、うんうんうん、あるじゃん、うん。みんな学生の時履いてたやつ。小学校。体育館シューズとか。そうそうそう。体育館シューズとか、はい、なんかそのね学校の中で履くやつ。ああいうのとか作ってたりとか。うん、してる、まあ、九州のねメーカー、うん、ムーンスターっていうところがあって、でそこがそのこのエイトテンスっていう、うん、別ラインを作って、はい、プロユースからデイリーユースへ、うん、エイトテンスは専門分野で培った靴作りのノウハウを日常の道具として提案するプロダクトラインですと。めちゃくちゃちゃんと読んだね。そうっていうふうに書いてある、はい、うん、っていう、まあ、その今までまあ業務用の、まあ、靴を中心に作ってて、まあ、スニーカーとかも作ってるんだけど、うんうん、なんか介護用の靴とか、なんかそういうのも結構ダットシューズ流行ったよね、ちょっと前に。あ、そうそうそう、うん、でそれもエイトテンスなんだけど、うん、そこのエイトテンスのこのマルケっていう長靴だよね、うん、長靴、うん、まあこれで長靴なんだけどね、うん、まあ、全部ゴムでできてて、で長靴なんだけどこの見た目、うん、なんかさ、もうモードブランドとかのさ、うん、ね、ブーツみたいじゃん。いや、ほんとそう。デザインが、うん、でここまでこのね、なんかかっこいいデザイン性 でこれ値段もすげえ魅力的で、ね、これで6000円、6600円とかだっけ、うん、なんかそんな感じだった、うん、6000円ぐらいだったと思う。そうだね、うん、でもその値段がすごいじゃん、うん、でまあ安ければいいってもんじゃないしさで高ければいいってもんでもないんだけど、ただこのデザイン性とこの値段のバランスって非常にいい意味でアンバランス、ね、うん、でそこがすごいなと思って、はい、でまあどっちの色かなと思ったんだけどまあやっぱ両方両方だよだなと思って、でまあ両方買いました、はい、で届きました、うん、でまあ別に長靴なんだけどこれはもう普段からあの履こうかなと思ってて、うん、でまあ雨が降ったらまあラッキー、まあそうね、な感じで履こうかなと思ってて、うん、特にこの白のさこのコントラストを聞いたさモノトーンのこの感じ、そう白が本当にやばいね、これかっこいいよね、うん、でしかもまあメンズレディースどっちでもね、女の子とかもこれきっとね履けるだろうし、ね、全然履ける、ね、うん、なのでこれをまあ買いましたと、はい、でこれをじゃあどうやって着るか、うん、まあ、その物自体の良さっていうのはさ、まあ、ホームページとか見たら分かるから、うん、まあ、見てもらって、で、まあ、ただ俺はどういう風に履くかとかどういうスタイルに合うのかみたいなところが結構重要かなと思ってるから、そうだね、うん、まあ、それをちょっとスタイリングでいくつかお見せできたらなと思います、うん、はい、はい、まあ、と言いつつもちょっとディテールを紹介しようかな、うん、はい、うん、まあ、まずねこの全体にこうゴム、うん、なので、まあ、雨の侵入とかはないね、うん、感じかな。でも、まあ、本当長靴だもんね。そうだね、長靴。ソールは一応滑りにくいような感じになってて、うん、でここが、まあ、このバックルだよね、はい、ここが一番かっこいいとこだよね。そうだね、うん、でこれを取るとちょっとこういうマチがついてて、うん、でまあ履きやすい感じになってるかな、はい、でこれで結構ここで調節してギュッて、ね、止める感じかな、うん、というまあ結構作りとしてはシンプルなんだけど、ね、でもかっこよさがあるよね。であとこのここのさエイトテンスマルケ、うん、プロダクトナンバーとかさ、なんかこのちょっとミリタリーっぽい感じの、そうだ、ね、うん、ステンシルっぽい感じ、そう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 、絶妙だよね、うん、これがね結構かっこよくて、うん、あとこれがね俺ちょっと気になってるんだけど、これ縫う時のさこれ、うん、こういう あれなのかなって思ってて、はい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 、ここで引っ掛けてこう、そう、本当ここでこう押さえてるんじゃないかなって思ってるんだけど、内側にあるからね、うん、こ
これ結構気が利いてる、うんうん、っていう、まあ、ディテール、まあ、白はこんな感じ、ね、それも黒なのがいいんだよね。そうだね、うん、でまあ、中はこうクッション性のあるインソールが入ってるかな、ね、うん、ちょっと濡れるかもしれないけどね、これ。まあちょっとね、このゴム全部ゴムだから、うん、まあちょっと履いてみないと分かんないけど、ね、まあでも靴下履いて履いてればまあよっぽど大丈夫でしょうと思うんだけどね、うん、という感じです。履いてみますか、じゃあ。はい、はい、これ一つ目、うん、黒黒、うん、まあ、白いパンツで、はい、ちょっとこうね、コントラストを効かせて、うん、見ました。ロールアップして、そう、ロールアップして、うん、このちょっとブーツ感ね。ブーツだよね。そう、ブーツ。もう完全ブーツ、これ、うん、でまあ雨降ってもね、いいし、はい、うん、まあ見た目がやっぱ一番いいよね。いい、かっこいいよね。かっこいい。このベルトが相当効いてんだろうね。うん、ベルトそう、ね、であとこのちょっとショート丈の長靴っていうのもね、うんうんうん、そうだね、男の人ってやっぱ長靴なかなか難しいからね、うん、この感じがちょうどいいよね。いい、うん、まあ、どういうスタイルでも大体いけそうだしね。黒はもう本当特に何でもいけるね、うん、まあ、デニムでも白パンでも、そうだ、ね、こういうちょっと白いタックリのパンツとかでも全然いけるから、うん、まあ、コートとの相性いいかなと思ってる。ああ、そうかも、ね、うん、まあ、こんな感じで長靴をこうやって履けるっていうのがすごいよね。いいよね、うん、なんか洒落た長靴ってなかなかないもんね。ないね、メンズは特にね、メンズはないよね、うん、なんか女の子とかはさ、なんか可愛い感じになるじゃん、長靴で。男ってなんかちょっとね、やっぱ難しいよね。まあ、なんでこういう感じで黒を履こうかな、はい、うん、でちょっと白も、はい、はい、これ2つ目、白、白、うん、なんでこのスタイルかっていうと、うんうん、ジルサンダーの 21SS のルック見てもらったら分かんない。ああ、なるほどね。そう、あのブーツもさ、まあ、全部このスラックスとかをブーツにしてるんでね、はい、うん、あのルックが、うんうんうん、でそれをあいいなと思ってちょっとやってみようかなと思って今日ここでやってみた。あ、やってみた感じね。そう、あ、そう、そういうことか。でこの首も、はい、なんかこう 21SS で出てるのが、うん、なんかストールみたいなやつが出てて、あ、でそれを結構ぐるぐる巻きにして巻いてるね。そう、 T シャツとかにもやってるんだけど、まあ、それもちょっとやってみたっ て、 、うん、っていう、そういうことか。そう、スタイリング、うんうん、これはなるほどね、うん、でまあブーツインして履いてる感じで、スラックスを。いいね、うん、じゃあもう一個、もう一個だけちょっと、まあこれはちょっとジルサンダーに寄せたスタイリングだから、うん、まあ、もう一個こうやって履こうかな。白ね、白ね、うん、次これ、はいはい、さっきのはちょっと遊びだから。お試しだから。そう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 。まあ、なんかこういう感じで、うんうん、やっぱブーツが主役だから、はいはいはい、まあ、ブーツをちゃんと見せようかなと思って、うんうん、でまあ、それに、まあ、ネイビー黒系、うん、でインナーでちょっとこうミットさして、うん、いいね、うん、であとソックスのところでオレンジを、うん、入れて、ちょっとゆとりもあるんだけど、なんかこのブーツで締まるよね。そうだね、うん、ノンネイティブ感あるけど、あ、なんかノンネイティブのちょっとワイドシルエットにした場合みたいな、そうそうだね、うん、感じかなという感じで、はい、いろいろ楽しめそうです、うんうん、まあ、まだまだこれからなんかいろんな着方 ね、 そうだね、発展していきたいなと思ってるけど、サイズ感はどう？サイズ、ね、サイズはね、俺ね、だいたいスニーカーでいつも、本当の足のサイズは28なんだけど、うん、29を履いてるね、履いてるね、うん、1センチ大きくして、でだけどこれはちょっとでかい29を買ったけど俺は。ああ、そうだね、うん、なんか全体的にね、多分ねゴムだから、うん、で紐とかもないじゃん、はいはい、だからちょっとね、空間が結構あって、高高の人とかでまたちょっと感じ方違う、あ、変わるかもしれない。なんかレビューとか見ると、うん、小さめですっていう人とか大きめですっていう人がいるんだよね。あ、そう、だから人によるかもしれない。だからさ、この辺、この辺がなんかちょっとでかいかなって思う、うん、そうだね、わ、うん、かる、浮くよね、ちょっと足の中で、ちょっとね、うん、まあ、28を買ってもよかったのかなとは思う。だからジャストのサイズでいい、ハーフサイズがないんだよね、確かに。ハーフサイズないね、うん、だからジャストのサイズ感でいいのかも。まあ、でも人によるから履いてみた方がいいかな、これは。まあ、そうだね、うん、
でもまあ俺は別に全然これでもいい、なんかその外れる感じとかはないし、別になんか超動いちゃって歩きにくいとかもないし、うんうん、という感じですか、はい、はい、でした、はい。